あと10秒。いや、1分くらい余裕しようぜ。1分ね。じゃあ、1時52分ですかね。うん。1時52分にファンが飛ぶよ。見ときや。はい。うん。勉強しろよ、ちゃんと。勉強。あ、追加投稿の方は投げなくていいです。うん、障害年金もらってる方も投げなくていいです。10個でいいです。いや、ファンだっすね。うん。ファンただから10個でしょ、うん、いや、100個っすね。100個うん。あ、そうなの？そうです。あ、専業主婦の方いいです。大丈夫です。旦那さんの稼ぎなんで。使わないでください。毎日も安生活の方もいいです。あの、声で出てる方もいいです。ホームレスは家賃払えない人もいい。ニートの方もいい。うん。老害はちょっと直そう。うん。仕事クビにされました。それはちょっと。課長。1時52分です。なってか。今日調子悪いですね、ちょっと。あ、入院中の方も泣けなくていいです。まあ、こういうふうな感じで、もっと、泣けてもらうわけ、リスナーさんから。なるほど。こういうふうなのを勉強してほしい。なるほど。うん、ノウハウを。2倍ホームランありがとう。ノウハウを。タバコ買えないのでごめんなさい。無理してあげなくていいです。今もう貧乏人しかいないですね。今ね。うん、ちょっと無理だわ。お金持ちがちょっと、ね、これはちょっと無理。ちょっと無理ですね、これは。うん。うん、あ、なるほど。でも今の、わかりました、なんとなく。やり方わかりました。私もともとツイキャスですし、5年、4ヶ月、はいはい、フラッチ1年半です。へぇ、はい、うん、もうすごくね、ね、経験積んではる方やから。うん、君みたいにね、2年そこらの配信者ちゃうからね。それはすごいですね。そうですね。だから泣けたくなる人は泣けなくていいですって。うん。あれですね。爪すごい綺麗ですね。え、お手洗いしてます？お手入れしてます？爪。そうですね、やっぱり男性たるもの、常にいつ何が起こるかわからないんで、爪は使いたい。爪は見られますよね。常に見られるところなんで。あ、そうですね。綺麗ですね。はい、あ、はい、ナイス。ハート花火ありがとう。ナイス。私の子さんの方です。そうですね。はい、お金借りです。一つね、うん。お金借りでしょう。うん、よかったじゃん。おめでとう。いや、まだファンタ上がってるんですね。だって難しいだろこの時間。今日だってまだ仕事あるんだよ。確かにね、うん、週末のは分かるよ。そうですね。あ、なるほど。そういうのか。そうあります、あります。全て把握、うん、時間帯、ね、うん、曜日、障害なんとか。ただ深夜の方ってちょっと言い方悪いけど、酔っ払った方がファンタ投げたりするんで。そう、え、酔っ払ってファンタスティック、うん、手滑ったりね、あるんで、うん、うん、そこまで。そこ全然わかんなかったですよ。そういうの全部計算。OK。うん。あ、ごめん。これ一応。あ、いいです。え、血出た？あ、うん。